皆さんは知っているだろうか。湘南爆走族。1982年に連載がスタートした不良漫画、ギャグの要素が強いが時折シリアスな話もあって最高なんだぜ。実写版では、俳優の江口洋介、織田裕二のデビュー作でも知られてるんだぜ。主人公の江口洋介をはじめとする個性豊かなメンバーの中でも、私が好きなのは桜井真嗣なんだぜ。サングラスに防塵マスク。素顔は細めで柔らかい顔立ちをしていてチーム内ではその他を担当する一見地味な桜井だが、メンバーの中でも後輩を守ってあげたり、恋愛相談を受けたりと面倒見が、よく、数々の名言も残している本人曰く、チームの隠し味を血でいく人物なんだ。喧嘩の実力も本物で禁煙中学の元番格。半端なことをしていた他チームの不良を半殺しにしたりと、怒ると鬼のような強さなんだ。桜井にスポットの当たっている、飯村さんとのシーンや愛車の話、朝顔の君、は桜井の良さが出ていて感動するからぜひ見てほしいんだぜ。俺は民謡かな、あの人はワルツだよ。最後までご視聴ありがとうございました。